皆さんこんにちは、今日は冷蔵庫のですね機械室の掃除をやっていきたいと思います。やり方はですね、まず前面の下のカバーを外して、ストッパーのですねネジを緩めていきます。ちょっとこれ反対に回してしまったんですけど、右に回すとですね、緩んで持ち上がって動くようになっていきます。まあ、ほとんどね方式がこんなやり方になっているので、冷蔵庫によってはやり方が違うものもあるかもしれません。緩みますとね、簡単にタイヤがついてるんでね、引き出すことができますので、壁から離してください。では裏側回っていきますね。ここでね、必ずコンセントを抜いてくださいね。裏側にありますので、必ずコンセントを抜いてください。そしてこのね、下側のところに、ネジが、ついています。冷蔵庫によってはね、またちょっと違う、方式のものもあるかもしれませんけれども、この冷蔵庫はですね、こんな感じになってますんで、今動画では、ドライバードリルで外していますけれども、普通のねドライバーで簡単に外れますので、順次左回しですね、左回しで外していってください。今見えている右下のところにね、通気口がついてるんですけれども、ここにもねものすごくホコリが溜まっています。今ね実はもう取ってしまってあるんですけれども、ここもですね向こうが見えないぐらいしっかりホコリが溜まっていました。ネジが外れるとですねこんな風に簡単に外れます。で中を見るとね、このホコリがもうびっしりついてるんですよね。どうしても冷蔵庫の、壁面というのは、後ろにですね、放熱性を上げるために10センチぐらい開けるようになってますので、どうしても隙間ができてしまうんですよね。それで先ほどの隙間からどうしてもファンがついていて吸い込むようになっているので、どうしてもホコリを吸い込みやすい構造になっています。それですので、本当はですね、外に持っていって、コンプレッサーで吹き飛ばしたいところなんですが、ちょっとそんなこともできませんので、掃除機で吸っていきます。で掃除機で吸っただけですとね、どうしても、限界がありますので、ちょっと歯ブラシを使ってですね、掃除をしていきたいと思います。で配線ですとか、繊細な、コネクタ類もありますので、そこのところですね、優しく優しく掃除機で吸いながらお掃除をしていきます。まあとにかくすごいんですよねこれ。ほとんどやったことのない方もいらっしゃると思うんですけれども、まあやらなくてもいいようには、作ってあるとは思うんですけれども、やっぱりファンのところですね、今見えてる白いプラスチックの右側のところに見えている部分、これファンなんですけれども、プロペラの羽みたいなものがついていて、そこにもびっしりついているので、これはホコリを取った後にですね回すとね非常に軽やかに回るようになりました。でまたですね、この配管のところにもねもうホコリがとにかくすごいんですよね。でコンプレッサーが内蔵しているので、若干の結露がするのか、どうしてもホコリがつきやすいようになっています。それですんでね、歯ブラシで軽く優しくこすりながら、今動画ではね4倍速で今再生してますんで、ちょっとその丁寧さが分かりづらいとは思うんですけれども、今丁寧に丁寧にホコリをですね掃除機で吸いながら、これ掃除機で吸いながらやらないと、もうホコリがもくもくしてしまってね、とてもいられる状態ではなくなってしまいますので、この掃除機で吸いながらですね歯ブラシでお掃除するのがいいと思います。上とかね、とにかくもう四方八方至る所にホコリが、溜まっていますので、今優しくこすっているところです。まあ決して無理をしないでね、大きなものだけ取れていればいいかなと思います。無理して、ね、変なところをこじったりしてしまいますと故障の原因にもなってしまいますので、注意してください。そしてカバーのですね、裏側もで掃除機で吸って、きれいに掃除をしてください。で掃除が終わりましたら、
またさっき外したネジをですね、つけるといいと思います。で、やっぱり無理してね、やらない方がいいかなと思います。そして一体どのくらいのホコリが取れたのか、ちょっと掃除機のですね、これサイクロン式なんで全て溜まっているので、見ていきたいかなと思います。ちょうどね、雪が降ってたんでね、後ろが、雪で真っ白になってますんで、おおむねソフトボール1個分ですね、結構押し詰まってるんですけれども、ソフトボール1個分のホコリとゴミが、出てきました。ご覧いただきありがとうございます。ぜひチャンネル登録お願いいたします。